こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はルンバって何ですかみたいな質問があったので、お答えしていきたいと思うんですが、ルンバっていうのはもともとキューバが持ってた社会団体の名前らしいんですが、なのでルンバっていうリズム自体はたくさんあります。で、ルンバワワンコっていう、有名な踊りがあったりとか、ルンバコロンビアとか、ルンバヤンブーとか、ルンバワヒラとかっていう名前のものがありまして、多分日本人の人がルンバでイメージするのとは全然違ったリズムになってると思うんですね。で、日本人のバンドマンがいわゆるルンバっていうふうに言ってるのは、テンポ105ぐらいの、ゆっくりした、ルンバボレロっていう名前がついてるものをルンバというふうに言います。こういう叩き方ですね。こうやつね、演歌なんかでも使われたりするような、リズムではあるんですが、テンポ的に言うとこの105ぐらいので、ワン、ツー、スリー、フォー。ドゥントララッタっていうのが、いわゆるラベルのボレロ、要は。タカタのところのこの3連のところを捉えて、これね、もともとマラカスのリズムなんですよ。うん、シャカタッタ、うんタララッタ、ツッカツッカ、うんタララッタ、ツッカツッカ。だから、ちょうどこの使われるブルーマイナーっていう曲ね、タッチャーンチャラララララララのギターが、ウキャーンキャツキャツキャツキャーキャツキャツキャっていう、ピアノかながやってるんですよ。バスドラのパターンは、ズッチャーチャ、ズッチャ、ズッチャ、ズッチャーチャ、ズッチャ、ズッチャ、ズッチャーチャ、ズッチャ、ズッチャの、ドン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 、か、ドン、ド、ドン、ドン、ドン、ド、ドン、ドン。この4拍表にバスドラがあるのが、このルンバの特徴です。だからサンバキックでもいいんだけど、ちょっとルンバの雰囲気とはちょっと違うんですね。なので、ルンバの場合は、早くてもこうなります。いわゆるブルーマイナーの部分もそうだし、あと、ステーブルメイツっていう曲でもこのルンバは使えます。ステーブルメイツの、フィリーのフレーズはこの取ったんですけど、これかっこいいですね。こういうフレーズですね、やってみていただければと思います。なので、テンポが速いと3連にはならずに、テンポがゆっくりだと、マレットでよくやるフラミンゴみたいな曲の時は、とったドンドンってやっちゃうとなんかダサいので、うんたららった、うっかうっかっていうのが、こうね、うっかうっかって裏裏にアクセントがついた方が、そのルンバな感じがしますかね。というわけで、足はサンバキックではなくと4拍表にこのフレーズが、ちょうどブルーマイナーのフレーズだと、というような叩き方をしているので、この辺ですね。なので、うんたかたった、つっかつっかっていう感じをこう出す。これ左右が結構いろいろのやり方がありまして、僕はもう大体このフレーズ、今日書いたフレーズ、今日お知らせしたフレーズでいくんですが、なんかもっと細かくこう左手3連を交互に行ったりとか、僕は右右左の3連で行きがちなんですけど、なんですが、こう反対になってる人とか、結構ややこしいパターンを持ってる人がいっぱいいるんで、この辺はいろいろ研究してもらうといいと思うんですが、要はあんまりいろんなバリエーションをここで持ってたところで、あんまりこれは打足に近いと思うんですね。要はこの雰囲気が出ればいいんです。っていう感じのフレーズが全然出ればいいので、
ステーブルメイツとかこのブルーマイナーとかあとオールザシングスユアのサビでこのルンバをやる、一時期多分この雰囲気が流行ったんでしょうね、このルンバのこの感じのスタイルのやつが、サビになるとこのルンバになるっていうアレンジがすごく多かったんですよ。ソニー・クラークのあたりとかね、その辺の、ハードバップの時代の、サビのところがルンバになるっていうパターンがすごく多かったんで、その辺調べてもらうと、オールザシングスユアの、替え歌とかプリンス・アルバート、っていう曲があるんですけど、それなんかもサビの部分はルンバになりますね。オールザシングスユア自体ですルンバにしてるので、こう替え歌でもサビはルンバにするっていうなんかスタイルだったと思うんですが、プリンス・アルバートっていう曲が、サビで、ルンバをやっています。なのでルンバって言われると、まあ、ジャズミュージシャンの場合はこれを大体指してると思ってもらって、ルンバワワンコーっていうのを、マニアックに覚えてやっても、それはもう多分本当にラテンが好きな人のラテンバンドの時は使うけど、普段はまあ使わないです。なのでルンバって言われたら、まあステーブルメイツも結構早くやりますし、ブルーマイナーも結構早くやるんですけど、もともとのルンバっていうのは、ゆっくりな、っていう感じのスタイルのものが、テンポ105ぐらいのものがルンバですが、それを高速でやったりするんですが、このパターンのことをルンバと言います。なので、この一時期のこのジャズの往年のこう感じのスタイルの雰囲気が聞こえれば、このルンバっていうのはこれで処理してしまって全然構わないと思います。というわけで私なりのルンバのまとめでございました。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方は、いいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メールマガジンではこういった内容のものを毎日、お昼に配信しておりますので、もし面白いなと思った方はぜひ登録お願いします。こちらの方のびっくりマークの方ね、押していただけると中に入れて、メールマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので、LINE アットもありますから、そちらの方で登録ぜひしてください。以上です。黒田でした。ありがとうございました。